もうお腹空いちゃってるから。あ、お腹減ってますよ。いやいや、一回ちょっと一回りしましょうよ、はい、腐るほど食べ物屋さんはあるから。そうです ね迷うことないね、今日ね。選べるからね、どこがいいか。あとはまあ撮影ができるといいけど。何が好きかみたいな。黒さん、なんで気分なんですか。私ね、でもね、ここ黒川食堂はね、よく行ってました。あのビュッフェなんです、ここ定食カフェ。てか下北といえばうちのことをここ来てた、高校生ぐらいだから。いろんなやつがあって、サラダバーがあって、スイーツがあって、果物もあって、ビュッフェスタイルのところ、いつもここ混んでます。昔、うん、あの、あそこのクラブがあったんですよ。下北ってまあそれ言ったらカルチャーというかね、カルチャー、若者のねカルチャーと古着と、まあ未だにあるけど。ただあそこにあったクラブが渋谷系発祥の地みたいな感じじゃないですか。うん、渋谷じゃないか、渋谷系ね。そのクラブって踊る方の。そうっす。下北ならではのさ、なんか喫茶店というかさ、まあまだ残ってますけどね。まあね、まだね、あるけどね。そう、あそこね、王将ね。そう、あ、王将、うん、ここあれですよ。あ、美味しそう、ここほら、見て、サニーデーサービスとかなんですよ。え、サニーデーサービス、うん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 、岡部君の店です。へぇ、美味しそう。車来た。そうね、だから向こう側にいっぱいライブってあるよね、ライブハウスがね。あ、そうですね、うんうんうん。でも私くらいの年代の人って、うん、下北がちょっと住んでみたい街だった気がする。今って吉祥寺とかだけどさ、なんで吉祥寺になったんだろう。でも吉祥寺って吉祥寺で大体のことできるじゃないですか。そうね、うん、うん、ここね、ここもいつも混んでるもんな。ハンバーガー屋さんみたいな、クワトロチーズバーガー。エスパジローとかね、はいはいはい、バンキリア大量です。バンキリアここに映ったんだね。え、なかったよね。あ、いや昔ね、あの、うん、向こうの辺やったんですよ。でここに駅の向こう側に、ね、うんうん、あそこにもカプセルホテルがある。 あれのことをさっき言ってた。いや違います違います。あ、僕分かんなかったっすね。サウナ、ほらサウナカプセルホテル、ね、ね、懐かしいね、ほら、まだタバコ屋さんあるよ、ここ。そうですね、そう。でもさ、昔はさ、ここさ、灰皿あったんだけど。そうだ、そうなんですよ、そうなんですよ。ね、あったよね、うん、あと、ここの通りに、昔ドラマがあったんですよね。ドラマ？ドラマって、あの、レンタル。はいはいはい。そこ入ってるところ。ビデオ。そう、うん。あの、レンタルビデオの、結構なんか、ニッチな映画とかも置いてあったような。あ、これのドラマの、あれですけど。あれ、そこなの？そうそう、古着屋になっちゃった。ゲームセンターって書いてあるでしょ。そう、その先、ね、え、そこにあるよ、ドラマって。そこはあるんですけど、なんかもうゲーセンになっちゃったんですよ。違うのか、ドラマのゲーセンなんですよ。なんかそう、ゲームセンターもね、ちょこちょこパッパッパッとこうね、ポツンポツンあってね。ああ、昔からありますよね、ゲーセン ね、あるよね。なんか、道がさ、駅が変わったからさ、なんかこっちはこういう雰囲気だったよね。そうですね、カラオケあってゲーセンあって、はいはい、ちょっとなんかカジュアルな感じ。あ、ウェンディーですね。そうそうそう。あとなんかこっち側にさ、カニパン屋さんってよね。あ、ありますあります、ね、あります。うん、あ、そっか、今あれか、みんな持ち帰りとか、うん、でも食えないのかな。店広いですよ、結構。そうなの。うん、そこは食えなさそうだよ、なんか。いや、食えますけど。粉で食ったばっかりです。あ、そうなんだね、はい、ごめんごめん、ちゃんと話聞いてなかったわ。シャカシャカポテトが食いたくて。あ、いいね。あ、ここさっきとつながってるのかな。そうそうそう、ここがこの辺がいろいろできて、スタヤブックストアね。大丈夫ですか、こっちで。はい、あっちもなんかあるんですね。ここはでもないです。あ、何でもないのか、うん、ハンバーガー屋さんもいっぱいあるね今。うん、実は、うん、荒川よしよしさんが通ったんですよ。え、嘘。本当。
すれ違いましたよ、ね、本当、はい、全然こんなところから出てきたの。いや、わかんないですよ、あのガードの手前ぐらいで。さすがにちょっとカメラ避けちゃいました。見てなかった。あ、あっち行くと、あの最近あれじゃない、最近あそこがあります、あの民邸、民邸って中華料理屋さん。民邸、うん、何民邸って。あの人が働いて、河本博が働いたところです。あ、へえ、皆さんバイトしてたんですね。そうですね、あとあの人、孤独のグルメのあの方、あ、松重さん、はいはい、松重ね、うん、うんうんうん、これもうちょっとマスク行ったら、もしかしたらじゃあ針の方に出るのかな、かもしれないですよね、うん、こっち来たことないかも。本当にあの散策するっていうよりかは、なんか目的地に行って帰ってくるみたいな、 ね、多いから。あら、乗ってるね、うん、車も。何これ、ゴル、インドアゴルフ練習場みたいなのあるな、手ぶらで、あのね、なんか映像のやつだ、うん、でも奥に大関って書いてあるのは何なんだろう。これなんか反対側が大関があれなのかな、休んでんのかな、わかんない、なんかそういうあれかな、スタッフルームとかなんですかね。ジムなんじゃない、え、ジム系の。ここの方がラブホっぽいですよね、なんかね、見た目がね。うん、そうね、なんか昔の看板の出し方とか、大関本部って書いてあるから事務所でしょ。そうですね、うん、あ、車来ます、うん、どこだっけ。ここです、入り口はこっちですね。それは決まってるね、入り口と。うん、あるんじゃないですかね、なんか。使わない。そうですね、勝ち合わないようにね。勝ち合いそうですけどね。全然知らなかったですよ。シバキタリと思ってるから。すごい。朝6時か。夕方6時。90分。朝6時からね、誰使うんですかね。夜勤。ああ、というか飲んだ後ですか。あ、そうです、ね。でも6時までが大変そうですね。ね、意外とね、お店って3時くらいまでやってるけどね、この3時から始発まではやってる店が少ないですね。でも始発は5時くらいに出ちゃいますからね。ね、5時からにすればいい。何部屋ぐらいあるの？いや、結構でかいね。でかいですよ。スタッフ増えちゃう。またこのドアのさ、うん、こんなドアのランプって言ったことないんだけど。え、こんなドアのランプ、うん、ね、そうですよね。なんだろうね、これね、こういうドアって何だ、美容院とかね、なんか。今も入ってらっしゃるのかしら。あんまりなんか人の定義をね、そうですよね、うん、まあそりゃね、90分に1回ぐらいしか出てこねえんだろうから。まあでも部屋数はいくつかありますからね。ねえ、だって向こうまでありますからね、うん、そうですよね。家もここなんてこんなでいいかこれなんだろう、駐車場もあるあ、入れんすか、うん、二重ドアだったよ。じゃあそこで甘やかに クリジットカードはご利用できませんだ。へー、あ、現金だけ、現金だけ。逆になんかちょっと後退してますね、時代を。うん、追いついてないですね。あ、レフはなんて意味なんだ、レフは。なんでしょう、レフ、あ、フが HU ですね。なんかありました。
いや、レフは島しか出てこない。あ、どこに島がある？うん、ニーハウ島の三日月型の孤島だった。へー、あ、どこにあるんですか？え、うん、どこ、ちょっとレウハとニーハウ島。ニーハウ島